継続いたします。それでは山中委員どうぞ。えっとですね、一番最初にあのシバスの混雑対策について質問いたします。それであの、まあ、混雑対策って言ってもまちづくり全体だっていうこれまでの議論もありましたけれども、改めてお聞きをしたいんですが、都市計画局、産業,産業観光局などとの連携がどうしても必要だっていうふうに思うんですね。 関係会議には交通局も参加しておられるというふうに聞いているんですがこの市バスの交通混雑解消というところでどういう議論がこの会議の中でされているのか課題などは明確になっているのかという点についてはいかがでしょうか。高見部長 はい混雑緩和の解消について、えー、都市計画局並びに産業観光局との連携状況についての脱線からと思います、えー、まず産業観光局で、まあ、具体的に申しますと観光部等につきましては、えー、先般の,当面あのご質問でも出てます通り、えー、分散化の会議の方に私どもの方を参加させていただいてます、えーまあ、分散化によってお,お客様の行く方向空間時間帯が異なることによって 相対的にバスの混雑緩和がでできるといいう認識でございます一方都市計画局につきましては、まあ、市内の、えー、交通政策全体を担う部署ということでございますあるいは秋に東山や嵐山の地域で交通対策をしている関係からこちらともしっかり協議を連携するところでございます都市計画局とにつきましては私とも定時線の確保ということでバスの走行環境を いわゆる具体と申しますと、えー、渋滞を少しでも緩和してほしいという面で、えー、共通認識を持っているところでございます以上でございます山中委員あのー、今度の予算でもですね、えー、いわゆる芝生の混雑解消で増便で、えー、対策を取っていくという方向が示されてますけれども 改めてこの増便っていうことから言えば先ほども少し議論ありましたが今言われた都市計画の考えている走行環境の改善を図るっていうことで一体でやらないと効果が出ないっていうふうに思うんですねしかし今のところですよマイカー規制なども東山通りなども含めてそのことが徹底されてるかっていったら徹底されてなくて多府県南部もかなり入り込んでるということだとかそれから分散化っていうことも言われましたけども これも同じ人が何回も短時間に来る短期間に来るということは考えられなくて初めての人が来るわけですね。見たいところと行きたいところと行きたい時間っていうのは割と思いが集中するもので観光会社もそういうような一番儲かるですねお客さんがつきそうなコースを組みますから簡単にはいかないなっていうふうに思うんですね。改めてこの分散化の見通しと走行環境改善ということの見通しについて 町内の議論についてはどのような交通局としては、えー、まあ感想といいますか意見を持っておられるかということについてはいかがでしょうか。高見自動車部担当部長はい、えー、分散化や渋滞対策への認識についてでございます。私どもあの。 まあ、バス事業者でございます、えー、走行環境につきましては残念ながら私たちだけの力では、まあ、どうしようもない部分であるというのはご紹介のとおりかと思います、えー、道路の形状あるいは交通量なかなか私どもの方でコントロールができないという部分があり悩ましい部分ではございますただ走行環境の改善につきましては、えー、都市計画局において、あのー、流入規制ではございませんがパークライドの推進 あるいは、えー、ハイシーズンにつきましては、一部東山通り、あるいは嵐山につきましては、えー、走行規制、右折に進入禁止等をしているところでございます、分散化につきましては、まだ、えー、会議の方が観光部において著についたところということでございまして、具体的に私どもの方から、えー、どうこう申す部分には至ってないところでございます。以上でございます山中委員 あの走行環境整備の関係では交通局の方からも具体的にものを言うっていう材料はたくさんあるのではないかなというふうに思ってるんですねとりわけあのバスの乗務員の方がそのことを毎日毎日経験されてますからもうその毎回流入っていうことの原因っていうことも分かってるとでここを規制をするっていうこと以外に道はないっていうことがはっきりしてるわけですからメリハリつけてそのことも含めて改善を図っていくっていうことを 交通局からも私はアクションを起こすべきではないかなというふうに考えておりますがこの点はいかがでしょうか高見部長はい、えー、交通局から、えー、交通まあ規制抑制に関しての、えー、関係部局の申し入れの件でございますがもちろん私どもも、えー、ハイシーズン例えば嵐山におきましては、えー、中土通り、えー、の通行あるいは都月橋の方につきましても歩行者を え、安全を確保とするという意味で、迂回をさせていただいているところでございます。また、都市計画、観光部とも連携いたしまして、えー、従来でございますと、秋のシーズン、栄冠堂紅葉の名所の方への部分の迂回をしているところでございますが、金閣寺の方の迂回も、えー、始めたところでございます。ただ、あの、どうしても交通規制、これ、効果も大きい、 反面、地域の方が例えば車を出せないというデメリットもございます。非常に激悪であると私ども交通事業者も認識してございます。ただ交通規制につきましてはこれはあの交通管理者の権限でございますので、私どものにつきましてはこの分について,て言及はできないものと考えてございます。以上でございます。山中委員、あの地元っていうことであれば地元の証明書なんかを発行してカバーしているところっていうのはたくさんありますし、そこは優先 通行してもらうというのは当然のことだろうというふうに思います、それで,です、ね、今回の,この予算の中で増便を図るということなんですが、その混雑観光地のすべてをカバーする増便対策になっているのか、今度の増便対策で全体のです、ね、混雑度が数字で表せれるのかどうかってありますが、何パーセントぐらい改善されるという見通しを持っているのかという点についてはいかがでしょうか。高見部長 はい。今回、3月の新ダイヤでの,の、混雑緩和の効果でございます。え先生、あの、ご指摘の、どのくらいのパーセントが解消できるかというところの数字については、えー、残念、持ち合わせてはございません。また、全てがカバーできるという部分につきましても、私ども当然、車両や要因の限界というのはございます。今回におきましては、えー、先ほど先生も触れられましたが、初めて京都に来られる方が最も足を運ばれる東山方面。 そして、金閣寺を有する、えー、二少女方面。この二つの路線につきまして、えー、観光路線を増強いたしまして、同時にそこを並走する生活路線も透かす。この作戦で、私どもの方、今回取り組もうと考えさせていただいていることでございます。以上でございます。山中委員。 まあ今あ、話題になり重点にもなっている2方面のと,ところで増便対策に取り組みたいと、まあ、他のところについてもカバーするということについては声は上がっておりますから改めて他のところどうするかという検討は引き続き必要かという,ふうに思いますし十分、また内部的にも進めていただきたいなと思います。それででですね観光対策だけではなくて 対策の要に一つに、これも議論に少しありましたが、地元の住民の足を確保するということについても、同時進行で、これらの観光地のところについては、図っていかなくてはならないなというふうに考えておりますが、交通局としての内部検討というのは、どのようなところの到達になっているんでしょうか。高見部長、はい、地域の皆様の足の確保でございます。 当然私どもレギュラーのお客様、市民の足、お客様として大事でございます市民の足は確保はとても大切なものと認識してございます。ただ、あの京都の地政上、観光地とに住宅地が混在していると申しますと、当然観光路線と一般路線も混在するというところでございます。 従いまして、先ほども申し上げましたが、現在の私との取り組みといたしますは、観光路線の増強によって一般路線も透かす、えー、それは計画的なダイヤの編成だけではなくて、繁忙期の臨機応変な増便も含んでいるところでございます。私どもの考えは以上でございます。山中委員。 あの今の増便を図るだけでは地元の足を確保するっていうことについてはとても解消されないなっていう現状があるなっていうふうに思ってるんですね観光客の方だけでもあふれてるっていう状況のもとで地元の方々がその上に乗り込んでいくっていうことについてはかなり現状のままでは増便増便でカバーをされたとしてもあの厳しい面が残るのではないかとそれで私もですね 先ほどの議員の意見にもありましたが地元優先の乗車バスの配置従来のコースを前提にしないような新しい検討などがされないと解決がつかないかなというふうに思っているんですがこの点についてはいかがでしょうか。高見部長はいい、えーまあ、地元の優先という お客様優先という話でございますが、まあ、あのご紹介のとおり、えー、私ども路線バス事業者、まあ、お客様の、えーまあ、差別化と申しましょうか、区別はできない。これは法的にできないところではございます。一方で、まあ、地域の方がよりご,ご利用しやすい状況のバス路線の編成。この件につきましては、私どもも当然、頭、念頭において、あのー バスののダイヤの編成には取り組んででいいるところでございますただやはり私ども地域の皆様方の公共の福祉の増進とともに採算性という部分もございますこの両方を見ながらのダイヤ編成路線編成となることにご了解いただきたいと考えてございます以上でございます山中委員あの都心部のところでですね採算性ということよりも乗る人たちが多いっていうこともあって えー、そのことを私はあの重きに置くのではなくって本来、ですね、あのー、午前中にも議論ありましたが公共の福祉の増進ということでいけば市民の足を確保するという独自対策ということについても必要ではないかと、あのー、これはも前にも若干申し上げたことがあるんですが江ノ電なんかが通勤時間帯にです、ね、いわゆる排除はしないけれども優先乗車をしていただく列車電車を出していると。 いうことがニュースで流れておりました改めて排除ではなくて共通して乗れるけれども優先的に地元の方が利用できるような仕組みっていうのは私はあの優先バス作ってそのことを広告するっていうことで解決するしか道がないなっていうふうに思っておりますがぜひあの検討を深めていただきたいなっていうふうに思っておりますそれから2点目のところに移るんですが えー、職員の長時間労働の問題について2点目、大きくお聞きいたします。それであの、和解議間については常任委員会に付託をされていますので、ここではあの長時間労働の一般の問題について、えー、伺いたいというふうに思いますが、改めて職員の方がね、自殺をされたっていうことについての、この事実について、どのように認識されているかということについてはいかがでしょうか安田企画総務部長。 はい、あの今回の事件につきましてはあの非常に残念なことだと思っておりまして、えー、深く弔意を表したいというふうに考えておりますで我々があの、まあ、労働時間管理等もですねやっぱり、えー、不十分であったというところもあるのかなというふうには思っております今後あのそういうことのないように取り組んでいきたいというのが今の思いいでございます山中委員。あのー 人の命が失われたっていうことで、まあ、二度とないようにっていうことが一般的ではなくって、本当に強い決意のもとで、今の長時間労働のあり方の問題については、現状をしっかり見つめてメスを入れていくっていうことが非常に大事かなっていうふうに思っております。その上でですね、この間、サブロック協定を上回る時間の労働事案、労働実態の事案なんですが、 年間どのくらい発生しているのかということについてはいかがでしょうか、80時間を超える部分について教えていただけたらと思います。安田部長はい われわれが結んでおりますタブロ協定で言いますとまあ一月80時間ということになっておりますあの先生鮮の方に出させていただく市場でいきますと100時間を超える労働者ということで28年度には10名ということでそして2か月平均80時間を超える職員としては28名ということで報告させていただいております。山中委員 1>, あの1ヶ月100時間というのはもう過労死ラインと言われているラインなんですね、まあ、医学的にもそこのところがはっきりしているわけでそういう現状そのものについて、えーまあ、職員が、まあ、今言われたような人数を当たられているということなんですが改めてこの状態をこれからもですね職務上必要だということも含めて続けていくのかそれとも 1、えー、一つのチームの人数を増やしてです、ね、この問題の解決のところに、えー、メスを入れて、えー、サブロック協定を守るということは基本中の基本なんですね、本来は。だからここを超えるというのは異例中の異例ということの認識の上に、こ、えと、ー、の重大さについて認識をした上でメスを入れるということが大事なんですがこの件、この点についてはいかがでしょうか。安田部長 はい、あの我々も基本的にはですね、やっぱりロック協定の範囲内でということで、勤務時間の管理というのをやってきております。ただまあ,あの、本当に公務上にどうしても臨時の必要がある場合というものにつきましては、これはやむを得ないかなというふうには思っております。ただその際にですね、えー、我々として、えー 気配りができることやっぱりその本人の健康状態ですとかさまざ、あ、まな状態をですねあの勤務をどう続けてきているかとかそれが状態適しているんだとかすべてのことをです、ね、やっぱチェックする中での進行管理っていうのも大切かなというふうに思っております山中委員あの気配りの上で健康管理を図っていくっていうとのことですがもう職務を責任を持ってこなしたいと思う職員の方ほど だからのそ,の苦痛についてそこは客観的にですね見て実態の過労死ラインが超えてるっていうことがはっきりして,して,してるのであればそこのところを超えてるような現実については見過ごさないっていう物理的なところで制御していくっていうこと以外に道はないいとうふうに思うんですもちろん気配りをしていただいてこういう労働実態になってるので適当な休暇を入れるとか。 チームの構成そのものを若干組み替えてみるとかいろんなやり方はあるというふうに思うんですがそういう具体性を持たせた機能配り方というのが必要だというふうに思うんですがその点はいかがでしょうか。安田部長、はい、あの人数的にに、ねまあ、非常にあのもう 長いいいい休暇にに入っってててておおおらられれないとととうう場合はは当然その後を補填していくということは大切だと思っておりますただ一時的に休まれている場合にそういうことができるかというと、まあ、その人がまたすぐに復帰してくるということを考えますと難しいということもございますので、まあ、チームの組み替えにつきましては一定その募金を当然です発生させないように、まあ、アルバイトの配置とかも含めながら検討はしていくものであるというふうには認識しております。山中委員 あの今言ってるのは目先っていうことではなくって長期的なところもきっちりと気を配りながらその職務にあたる職員の方の健康管理にはしっかりと気を配っていくっていう趣旨の少し長期的な展望なんかいると思うんですね例えばあの1ヶ月の勤務で,ですよ仮に4時間弔勤をすれば1時間通勤にかかる人であれば家に帰るのがもう10時ぐらいになってしまうでしょう。 翌日8時半か8時15分に出勤しようと思えば基本的には7時ごろか7時半ごろも家を出でならんと家帰ってからすぐ布団に入れるかって言ったら風呂に入ったりちょっと時間過ごしたりすればその間すぐに寝付けないという状態も発生するし布団に入った状態で寝付けないという方もおられるわけでそのことが長期に続いているっていうことであればこれはこれで考えならんなっていうことになるっていうことで。 具体性を持たせる気配りというのはそこだというふうに思うんですがそういう点なども含めて、えー、十分気配りをしていくっていうつもりなのかということと、えー、そのことを分かる形でね物理的に分かる形であの職場の職員の方に知らせていくっていうことが必要だというふうに思うんですがこの点はいかがでしょうか。安田部長 はい、あの職員の労働条件につきましてその中で,です、ね、やっぱ健康管理非常に大事だと思っておりますし、まあ、あのメンタルの関係も含めまして、まあ、我々あのメンタルチェックとか、まあ、そういうのもしてきておりますで弔金がですね、まあ、長期にこう続いてきている方につきましては当然所属庁の方で指示をして指導をむしりながらですねあの健康管理もしてやらなきゃいけないというふうに思っております。あの来年度30年度度のの方の中でも あのパソコンのログ管理というのをちょっと行っていくことによりましてそのような状態というのを回避していってあの長時間労働がこう続いていって本人の健康に影響が出てくるようなことのないように尽くしていきたいというふうに思っております山中委員。あの誰でもそうなんですが例えば睡眠不足が続くあるいはあの長時間労働が続くということになれば。 判断能力がだん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 失われていくっていうこともあるんですね。で、残業してる時って仕事をしているように思いますけれども、効果性から考えると効率悪いということにもなってる時間帯もあるっていうふうに思うんです。でそういうところなども含めて、あの職員の方々が、えー、熱心に仕事に取り組んでいるっていうことを前提にしてですね、えー、そこのところの気配りが欠けていくっていうことになれば。 改めて、あのー、犠牲者が出かねないということも当然予測をされますから十分そのことはあの抑えていいいいたただきたいなという,いう,ふうに思います例えば、あのー、この自殺された職員の場合については一番最終の仕事ですね職場を離脱する前の段階は日付が変わった段階から作業を始めると、まあ、国とのやり取りの関係があったというふうに聞いておりますけれども改めてこういう作業が疲労困憊の上にですね 加わるということについては自らのそういう判断能力も大きく失われつつある中での仕事のこなし方ではなかったかなというふうに思っておりますので十分あのそのことを認識をしていただきたいなとこの項の最後にあの職員削減とですね長時間労働とチーム編成の関係なども含めて特定の職務と職員にしわ寄せが来てないかどうかという点についてはいかがでしょうか。安田部長 you <laughs> はいあの当然ですね、まあ、仕事ですので例えば何とかの大きなプロジェクトを抱えているカーですとか、まあ、そういうところはあの一定のその時期に集中して仕事があってっていうのはあのやむを得ないものかなと思っておりますまあ、現在ですねある1人だけに集中がしているとか、まあ、そういうことのないようにですねあの係であったりカーであったり大きければ部隊員でですねそれを共有しながらあのみんなでサポートできるようにということで業務を進めるようにということであの所属長も含め やっててて調整を図って指示もしいいるところでございます山中委員、えー、困ったらですね同僚、あるいは上司も含めてですがあの相談ができるというそういう風通しの良い関係というのが常に必要だというふうに思いますからぜひあのそのことをしっかり押さえていただいて職員削減ということの問題についても慎重に当たっていただきたいなというふうに思いますので。 このことを申し述べておきます。それで、三つ目の質問、最後なんですが、あの、管理の住宅です。本会議でも質問をさせていただきましたが、午前、えー、先の答弁でですね、民間のバス事業者は大体営業成績良くないと、経常体厳しいんだっていうことの答弁がありました。それでですね、委託先バス会社で、 いわゆる安全運行に支障を与える時間が生じていることについてはこの間指摘をしているとおりなんですがその点呼の時やそれから天井を強化をしていると、まあ、天候の監査ですね天井を強化しているということなんですが事案が発生たびにそのような説明を受けてきたけれどもこの不適切事案が繰り返されたというのが現状ではないかというふうに思いますがその原因は何かということについてはどうお考えでしょうか。 高見自動車部担当部長はい、えー、まずあの安全運行に、えー、支障を起こしかない事象が発生したことについては、えー、深くあのお詫び申し上げます、えー、私どもあの今回目的的には JR さんのスマホの件についてでございます点呼、まあ、等もしっかり行われていたにもかかわらず、まあ、ダミーのスマホを一つ持って預けて <laughs> もう一つを隠し持って運用するという非常に悪質な 案件だったとは私とも考えてございます。まあ、先般も、えー、本社の、えー、安全統括管理者会議を開きまして、えー、事態の詳細の説明と今後の、あのー、対策についてしっかりあの協議をしたところでございます。ただ、原因と申しますと、まあ、個人に関わる分もあれば様々な要因があると思いますが、やはりあのしっかりと組織として、えー、注意すべき、取り組むべき点を下ろしているけれども、 末端の運転士、ここにまでの心にまだ響いていなかったのではないかという部分について、若干反省しているところではございまますす以上でございます山中委員あの。この問題の冒頭にも申し上げましたように、管理の住宅先の企業が、えー、厳しい経営環境にあるということについては、東京も十分承知している中での管理の住宅という契約を結ばれているというふうに思うんですね。 委託先企業の方にお聞きをしますとこの間どうしたしのぎ方をしているかといったら契約社員あるいは嘱託、まあ、こういうところで少しでも賃金が安く上がるというような形の雇用の仕方の中でなんとかですね、えー、しのいでるとで本来契約事案の中にすべてこういうことが含まれて、えー、労働条件についても一定の 法順守ということが含められた金額で妥,協してあの妥結をしてるんだということがありましたけれどもその妥結の中身がです、ね、現場の労働実態のところについては厳しい労働実態が強いられてるということが起こってると前にも指摘しましたが休日出勤で呼び出される人たちも結構多いという職場もありましてね改めてこの制度をこれからも続けるということについては このまま続ければですよ。新たなほころびが出るっていうことについて考えられ、あ予測できるんですが。この点についてはいかがでしょうか。高見部長。はい。管理の住宅の。の。ご質問かと存じます。まずあの、私ども、えー、コストダウンという今お話ございましたけれども。私どもの方から、えー、確かに、あの企業の経営上。 コストの無駄なコストの削減というのは必要かとは考えてはございます。ただ一方で管理の住宅につきましては、業務量に対して適切な万全に運行ができる人員が配置されているかどうかの確認をさせていただいているところでございます。例えば、委託量の低い事業者につきましては、安全性や運営に支障がないか、ヒアリングするなどの確認をしており、 これにより、まあ、適正な委託料となるように、えー、努めているところでございます。もちろん、あの、雇用条件、あの、賃金につきましては、各社の方針というものはございます。各社の基準に従った人件費を適切にで、であ人件費適切に、えー、要因を運用しているものと考えてございます。あと、安全対策にもつきましては、当然、えー、厚生労働省の方の改善基準に沿って、えー、毎回のダイヤの、えー、改正時期、 につきましては、しっかりとこの基準が適合しているかを確認させていただいているところでございます。以上でございます。山中委員。その基準がですね、いわゆる契約内容も含めて適合しているかどうかということについて、判断する項目っていうのは、どういうものについて、それぞれ判断をされているんでしょうか。高見部長。はい判断の基準あの、一例ではございますが、 例えば、あの、確認項目でございます。えー、まあ、当然、基本としまして、業務量の変化に対しまして、人員の増減が適切かであるかっていうのは、確認をするんでございますが、その中身といたしましては、例えば、あの、運転手の勤務シフト表を提出をさせて、まあ、拘束時間、えー、ごめんなさい、失礼しました。勤務時間がどうなのか、修行の体系がどうなのか、あるいはハンドル時分、 運転受粉がどうなのか、具体の部分につきまして、えー、改善基準に適合しているかと確認しているところでございます、以上でございます山中委員。今言われたようなあの項目ですね、えー、運転手のシフトの問題とか、ハンドル受粉の問題とか、こうした、えー、人員確保の問題とかも含めてですが。 契約の時にはそういうことも含めてきちんと明確にするということなんですがその後をいって言いますか実際にそのことが実行されているという確認などやあるいは点検という点検って言ったらあれなんですが、えー、実行されるかどうかの事実確認についてはどのようにされているんでしょうか。高見部長はい 具体の実態の確認でございますがそこにつきましては各社の責任においてしっかり法的に合わせて運用されているものと理解してございます山中委員、うん、私はあのそこのところをですね各社の責任でなくて交通局が把握をできるということについて委託をする以上それが必要だというふうに思うんですね。で改めて先先ほど答弁のののの中にも末端の委託先の企業の 乗務員等には徹底していなかったのかなということが少しおっしゃいましたあの答弁がありましたけれども改めて現状について内部的に交通局を知ることができるわけですから契約のときにそれだけの項目で求めているならです、ね、再契約やあるいは必要な契約変更を行う機会にきちんとそういうことが内部的にも確認ができると。 それから業務が行われている最中にも、店舗の監査をやるということの権限があるようでしたら、そのことをやっていただくということなどが必要ではないかとで、例えばですね、委託先の企業の人たちは、仕事の中身のもともとの本元は京都市交通局の仕事だと、しかし、賃金なども含めて労働条件のやり取りについては、各会社の交渉だと。 そこのところに矛盾があるなというふうに感じるんですね大元の採用先のところの条件こそが現場で働いている方の労働条件につながってくるっていうことですからそのことをしっかり抑えるべきではないかというふうに考えるんですがいかがでしょうか高見部長はい、えー、労働環境のチェックでございます私ども一つは当然、えー、委託者として 業しっかりバスの運行をされているかどうかを確認をいたすところでございますこの確認はしっかりさせていただいているところでございますが労働条件の遵守これにつきましては各社が責任を持って法律の適合するという形で運用しているものと認識してるございます私どもの方から各社の,あの中に入って確認ということは現時点ではさせていただいていないところでございますあくまでも業務が適正に執行されているかこの部分につきて 確認させていただいているものでございます。以上でございます。進行いたします。森川委員。はい、あの私の方からはあの3月17日からあのダイヤがあの新ダイヤになるということで、あの地元西京区でございますし、私あの住んであのオルのオル学校学区がですね、小用学区でございまして、あの福西とですね、福西学区と商用学区にかかるあのバスの 増便をやってていいただいてです、ね、これは私からもお礼を申し上げたいと思いますが、あのー、私は不勉強でしてまち、あ、づくり委員会によりましてでそこではモビリティマネジメントという考え方についてはあのー、承知をしているつもりなんですがこの地域のモビリティマネジメントという手法はです、ねあのー、今回まあ西京区にかかる部分ではこの2学区が期待されたわけなんですが。 あの今後やはりですね、日あの,日区あのやはり周辺区でございますから、あの非常にあのやはりまだまだバスの増便を望む声があの強い、強いというあのエリアをたくさん抱えていますから、非常にあのこの取り組みについては期待をしているんですが、今回あの、福日と商用学区について、地域のモミリ モビリティマネジメントで増便をしたということであのこの取り組みのまあ簡単なそのポ,イントです、ね、ポイントを教えていただきたいのと、まあ、福西であれ、商用学区であれあのなぜ増便に至ったのかそれはこれまでの,その住民が求める声に対して増便をするかどうかを検討するということと の違いをですね、あの明らかにしながらあのご答弁いただくと非常に分かりやすいと思いますんであので、いかがでしょうか。高見部長。はい、各地域で、勢力的に取り組まれております、MM についてでございます。現在、市内7カ所で、地域の皆様方が、区役所、都市計画局、交通局、あるいは学識経験者とともに取り組んでいるところでございます。あの内容といたしましては、まさに、えー 公共交通の利用促進に取り組むという内容でございます。当然利用促進によりお客様が増える。私どもの収入が増えますと、それを車両や要員に資本投下できる。で、当然利便性が上がりますとお客様はさらに乗っていただける。つまり非常に良い循環。これを目指すものでございます。えー、まあ、このような形で、えー、今回につきましては先生のお地元の商用、マック等で増便をさせていただいているところでございます。 で次に増便の措置でございますがあの私どもあの新規路線を MM で立ち上げるときは3つの条件ございましてバスが安全に走る条件があるでもう一つは利用促進に一生懸命取り組んでいただける母体がある組織があるもう一つはおおむね2分の1の採算性が目指せるこのような中で、まあ、新設の路線をえあの設置したりしているところでございます増便につきましてはあの試行運転後3か年 まあ経過して、まあ、お客様のみない場合は廃線ということもございますが幸いそのような地域はございません皆さん右肩上がりの増えてございます従いまして69号特に4号につきましてもお客様が増えているという状況を見てなおかつ地元の皆様方の増便のご要望も受けて双方の判断をしての増便措置でございますよろししくお願いいたします森川委員 はいあのモビリティマネ,マネジメントと言いますと私自身もあの少しあの理解が遠いというかカタカナ言葉ですからもう簡単に言えば言えばですね乗っていただいたら増やしますよということだと思うんですね簡単に言えばただねこれ私やっぱりあの私も地元ということもありますからしっかりあの周知に努めたいと思っているんですけど、まあ、3加年というお話もされましたけどあの車から肝心なのは車から 実際に乗っていただくことがやっぱりポイントやと思いますんで、まああので今度私は地元の,あのちっちゃいあの自治会の会長を引き受けるんですがやっぱりあのあの周知をですね、まあ、当然こ,ういうこれはもう各市民にあの言っていると思うんですがあのどんどんやっぱり乗ってくださいというようなやっぱりあの周知をしていくことが私も大事だと思ってますからあのせっかくあの増便していただいたわけですからつあの続けてもらうと。 いう続けてもらうというか維持をするあるいはさらに増便をしていくというあの期待につながるようにあの、まあ、皆さんの方でも周知をぜひよろしくお願いしたいと思います。でその期待はですねやはりあの冒頭で申し上げました西京区周辺区ですから他にもですねやはりあのバスを増便を望む声路線を望む声っていうのはやっぱり絶えずあるという中でこれまではやはりあのいわゆるバスがないから住めへんのやとか。 あるいはバスがないから引っ越すことを考えるとかもうあのここでは住めないという地域もやっぱりあると思ってましてでそうではなくておっしゃったような違うサイクルになるように私も非常に期待しているんですが洛西では私はこの間の代表質問でも取り上げさせていただいたんですがもうすでに住民の思いというのは一定集約されてこの町をこの方向性で持っていきたいというような子育てであったり定住促進であったり教育であったり、まああの いろんな柱といいますか、いろんな項目があの、まあ、まとめられたという中にあって、あの今おっしゃったい、e、いサイクルになるんだったら、やはりあの京都市としても交通として応えていくというような考え方は、この地域のモビリティマネジメントの考え方と一緒なのか、どうか、いかがでしょうか。高見部長、はいえー。落差につきましては入、 タウンのアクションプログラムが制定されまして地域の方精力的に地域の生活環境あるいは交通環境の改善についてお話をされているところとございます当然私ども地域の皆様方が利便性の向上を目指すという取り組みが立ち上がっているならば当然私どもの交通事業者としてそこに積極的に参画することについては全くやばさかではございません。 で一方で、やはり企業として採算性というのを一方でにらみつつ、えー、事業運営をしていく立場にございます。あの従いましてあの、地域の皆様方について、はい、の中に私ども入ってくることについては、全くあのやぶさかでないと考えていること、はい、葉尻を捉えるつもりではないんですが、あのあの理事者からですね、好調ですし、 攻めの経営というか攻めの視点で今後交通事業をに取り組んでいくということをあのおっしゃったんでそれに非常に私は期待をしておりましてでまたあのこの福西学区商用学区まああの,他の地域もあるんですけどもあのまあ乗っていただいたら増やすという言い方ちょっと乱暴なのかわからないんですがあの地域の,あのまあ両輪のようにしてですねまちづくりをまあしていくというか。 あのバスも潤いし地域住民の足の利便性向上にもなるしであの定住促進にもつながるというな私は両輪のようなあの期待を非常にあの持っておりますただあのそうは言ってもですねやはりあのインフラですから水道と電気と同じであの水道と電気がなかったらやっぱり暮らせないわけですからそういう側面もありますからあのアクションプログラムあのおそらくあのあの注目というか。 しっかりと詳細まで見ておられると思うんですがタイミングというのは非常に難しいと思うんですが京都市としてこういうことはやりますよあるいは商用学区の例がありますよ福西学区の例がありますよというようなことはです、ね、しっかり地域モビリティマネジメントといいますと非常に難しい言い方になりますから住民の皆さんの思いあるいは あの両輪のように進めてい,いきますよというようなあの伝え方をですねぜひあの住民の皆さん特に落差の地域の皆さんにはあのお願いしたいなとあの思いますあの足元を見てますとあの人口減少と高齢化はあのやはりあの歯止めがかかっていない状況というのもありますからで一方で住民の皆さんがあのテーマをあのいろんなテーマを掲げてこういう取り組みをやっていくということでまとめられているということがありますからしっかりとあの交通局として 答えていたそれとですね、えー、少し関連するんですが、あの宿泊税なんですが、あのー、交通局関連あの、観光地における混雑対策であるとか、あのー、に、まあ、使われるということがあるんですけども、あのー、年度途中ですから、今回は19億円の中で、交通局が行くばっかということだと思うんですが、今後、宿泊税は、まあ、一定のものが入っていく中で、 私は当然あの交通局にも関連するものがたくさんあると思ってましてそれはもう当然混雑対策というものは使っていただけると思うんですが観光地の分散あるいは観光の発掘,発掘ということは周辺部で一生懸命やってるんですがその観点で交通局に、えー、交通局として宿泊税の財源を使ってあるいは増便をしていくだとか あの私はもう錦をばかりのことはまあ言うつもりないんですが観光発掘という,い,ういう点で言いましたらやはりあの交通ということも私は必要だあの交通という視点も大事だと思うんですがあの宿泊税今回市との,の中でおおね私はあのこうー混雑対策に使われているのかなと思っているんですがその観光知能分散あるいは観光発掘にかかる事業としてですねあの交通局として。 要求をしていったものがあるのか、あるいは今回、予算を獲得されたというものはあるんでしょうか、今後の期待を私は持ちたいなと思っているんですが、いかがでしょうか安田企画総務部長。 はいあの、交通局の部分でございますが、まあ、宿泊税自身あの京都市の方の財源ということで一般会計の方に入ってくるものでございます。あの我々あのお客様同客と周辺とのやるもを含めまして、まあ、本来交通局の事業経費の中でということですので、まあ、そういう部分につきましては 一般会計の方には要求しておりませんただまあ今回は一般会計の方から我々に混雑対策ということで手ぶら環境の普及啓発の事業の部分でありますとか市バスの前乗り、後乗り方式の導入という部分のお金が来ておりますこれにつきましてはあの京都市全体としての観点からあの取り組むべきものということで京都市の方も考えて予算をつけているというところだと思います。森川委員 まあそれが宿泊税なのか一般会計からなのかというところもあると思うんですがやはりあの観光地の分散あるいは発掘ということで言いますと交通局はやはりそこの部分であったら両輪のように対策を考えていくということもあろうと思いますからしっかりとあのこの部分であのまあ要求するべきは要求するということをぜひあのご検討いただきたいと思います。次にですねあの私は上,屋の,上屋の整備状況をあのご確認したいんですが あの陳情も今回上がってますからまあその部分はまああの別の委員会で議論されると思うんですがあの先ほどあの他の,あの先生からあの質問されたことに対してご回答いただいたんですがぜひ資料のようなものをいただきたいですね数字の,あのご答弁があったと思うんですがもともとどれだけ未設置で,で物理的にあるいは技術的にあるいは法的な制限があって わ屋を作ることができないということは、まあ、あのそれは仕方ないので覗かないといけないと思うんですが設置できるのに設置できていない箇所がどれだけあるのかということとあのやっぱり大きなあの優れた手法で民間資金で広告付きわ屋をどんどん整備されているんですけどそこの整備状況をお伺いしてであの差し引きですねどれだけあの京都市としてわ屋をですね 作っていかないといけないのかというところをですね。あのしっかり確認をしたいと思うんですがあの資料としてあのだ出していただきたいんですがいかがでしょうか。高見部長はい、えー、バス待ち環境の、えー、現況についてでございます。えー、先生あのー、ごあのご依頼の部分でございますが設置と設置実績並びに未設置当然この数字は出てくるところでございますが設置なができない。 具体の数字、理由というのはちょっと私どものつ,つかみかねているところでございますので、えー、設置、未設置の実数という形で出させていただきたいと考えてございますが、よろしくお願いいたします。森川委員、はい、あのよろししくお願いしたいいたと思いますす、えー、次ですね、えー 車両の更新なんですが、えー、と時間がちょっと途切れたら、あの明日に回しますが、あの今回、10台更新されるということですが、今回、購入される車両のです、ね、燃料の種別というのは、あのいかがでしょうか、すべて同じものなのかあの、これまでと同様のものなのか、いかがでしょうか。高見部長。はい、えー、車両の燃料でございますが、軽油でございます、いわゆる従来の使用しているものでございます、以上でございます。 あの以前、私、ご質問させていただいたんですが、経済性であるとか、環境性を比較した上で、今回の10台も軽油の,のものをですね購入されるということであれば、私はいいんですが、わずか5%でもバイオディーゼル燃料を前提にしているということであったら、私は本末転倒だと思ってまして、やはり技術が進歩していけば、BDF よりもまあ例えば、 天然ガスなのか液化天然ガスなのか、あるいはハイブリッドなのか、電気自動車なのか、あるいは燃料電池ということもありますから、あのどれだけあのそのバスの耐用年数をあの考えて購入されるのかもお伺いしたいんですが、なぜその経由あの、同じような車両を購入されるのか、いや、それはもう現時点では経由が優れているんですということがあるのか、いかがでしょうか。高見部長、はいえー、車両のの環境性能についての あのごあのご質問がございます現在私どもの主力というのがアイドリングストップバスというのを使ってございまして、えー、30年度の末の予定では812両中99.3%がこれにあたるところでございます、えー、まあハイブリッドあるいは CNG あるいは各種がござると各種の車両があるところでございますがハイブリッドアイドリングストップバスがほぼ CO2 排ス等の排出が 他と損失がない、損色がない性能であるということと標準仕様ということで国の補助金が当たるという形でございまして現在私どもの方はアイドリングストップバスの購入をずっと続けているところでございます。以上でございます。森下委員、あの天然ガスだったらアイドリングはダメなのかどうかじゃそこはちょっともう本当に細かくなっていきますから今はしないんですがあの BDF そのそのまあ環境性ですね、BDF の環境性っていうのは、やはりぜひ注目をしていただきたいと思います、CO2 は出さなくても NOX を出すだとか、あのやはりあのしっかり抑えておかないと、私はいけないと思いますから、あの何もあの否定をするわけではないんですが、やっぱりあの先進性のまあ自動運転化技術というのもありますし、あの燃料自体もまた違ったしあの燃料電池ということも私申し上げたんですが、あの補助金ということもありましたし、当然、 イニシャルランニングというのをしっかりと精査することが私大事だと思いますがあの例えばあの優れた環境技術を持つような今後,の今後期待されるようなその燃,料燃料を用いたバスについてもです、ね、やはりあの国から補助金をあのメニューというものは私はあの少なからずあると思いますからあの、まあ、最後確認なんですが。 BDF を使わなかんから軽用にしているというわけではないのか、そこはあの私は最後あの確認したいと思うんですがいかがでしょうか。高見部長。はい、先生ご指摘の通り、BDF を使わないからダめだから軽用ということではございません。以上でございます。それでは先ほど森川委員から要求がありましたバス停の上屋の設置および未設置の状況についての。 資料については立社提出できますか高見部長はい、えー、資料で提出させていただきます提出できるということなので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんかご異議がありませんので提出を求めることといたします進行いたします森委員はいあの私からも観光客対…あの。 に対するあの対策についてお尋ねしたいなというふうに思います。あの先般代表質問の方で、あの京都でま独自に行いましたま市民アンケートというものをまちょっとご紹介をさせていただいて、まあ、市民の皆様が不満に感じておられる点について一部ですがご紹介をさせていただきました。やはり一定市民あの私も全員に聞いたわけではございませんので、まあ、それが全員の声だとはもちろん思っては。 おらないわけけですけれども、まあ、観光客に対して、まあ、皆様、一定のご理解はいただいているのかなというのはあのアンケートで感じた一方で,ですねやはり不満に感じておられる点というものもたくさんあって、まあ、その、まあ、一部、その中でそのバスの混雑であったりキャリーバックでの乗車というものが不満に感じているなということをひしひしと感じました。 まあもちろんこんなことは私たちが言わなくても日々あのお客様と接しておられる交通局の皆様の方がまあよくよく分かってはるのだろうなっていうのはもちろん分かってでのご質問だったわけですけれどもまずその点についてあの私たち生活路線と観光路線というものの切り離しができないかということについて質問させていただきましたその点について改めて局としてどのようなお考えを持ちかお聞かせください。 中見部長はい、えー、観光路線と生活路線のまあ分離と申しましょうか、お尋ね方、お考えでございます、私ども、従来より、平成17年より、落バス、3系統、まあ、ラッピングを施して、まあ、一部、緑のバスも走ってるところでございますが、まず、明確に区別ができるように、観光のお客様に分かりやすいように、しかも100番台というナンバーを振って、ところでございます。 あるいは28年の3月、梅高寺に、えぇ、ー、哲が来た時につきましても、えー、従来の梅高寺シャトルであるとか、水族館シャトルという名前を配しまして、100番系統を付して、100番系統を観光系統と位置づけしているところでございます。まあ、その後、お客様、インバウンドのお客様、大変増えているところでございます。えー、観光のお客様に、できるだけ乗っていただけるように、観光系統のバスの視認性を高める。 えー、サインを分かりやすくするというのは非常に重要な視点と考えてございます、えー。引き続き私どもはそちらの方向で進んでいきたいと考えてございますので、よろしくお願い申し上げます。マリー、ありがとうございます。確かにあのラクバスがまあ平成17年度から走りまして、まああのバスは一定、まあ、観光客専用のバスなんだなあっていうところも、まあ市民の皆様にとってまあ一定 ご理解はいただいている,いるのかなというふうには思うんですけれども、確かに100番系統、これ、あの、偽の方を走るバスですけれども、これはもうダイヤの方も充実しておりまして、かなりの本数が走っていると思うんですけれども、やはり101、102のこの辺りはですね、まあ、本数も1時間に日本と,ちょっと30分に1本のペースでしか走っておりませんし、あの、夕方になったらもう走る本数もなくなるというような状況でございます。まあ、これ後で の質問につなげようとは思っているんですけれども、まあ、先ほども皆様からあのルールご指摘ありましたけれども、まあ、観光政策局の方では朝観光夜観光こういったものを充実させていく上で、まあ、そういった連携が取れているのかというご質問もありましたけれどもそれに加えてですね今ゲストハウスいろんなところでできています今まで昼にしか来なかったような観光地の周辺にもかなりのゲストハウスが増えてまいりました。 ま特に北の天満宮私の近所なんで、あのー、特に思うことですけれども今までは昼にしか来なかったようなそういったところでもかなりそういったが増えてまいりましたでそれに伴ってそこに夜着くで夜でガラガラ押すということで、まあ、不満に一部になってるわけですけれどもそういった今までホテルは駅協定、まあ、駅であったり市場の界隈 に。まあ、集中してたものがまあ、そういったものも周辺地に広がっているっていうことも、やはり考えなくてはいけないのかなというふうに思います。まあ、そういった意味でですね。まだまだその生活路線と観光路線というものはちょっと切り離しができてないんじゃないかなというふうに思っております。まあ、まあ、それにつきまして、エリア拡充という点でちょっとお尋ねをしたいんですけれども、先ほど申し上げました。通り、101100こういった部分では、さほどやっぱり本数も発していない状況の中で。 あのよくあの小林あの先生あのご指摘いただくんですけれども、わらてんじんから乗ると、金閣寺から乗ってきた揚乗客でいっぱいだというお話をあの取り上げられると思うんですけれども、いや、これ、そこのわらてんじんだけの問題ではなくて、他の周辺地でも、周辺地のところからいっぱい乗ってこられた、次のバス停で市民の方が乗ろうと思ったら乗れないっていうようなことがずっと続いているわけでございます。まあ、そういいった部分において まあ、嵐山の方面であったり、上ヶ丘、下ヶのエリアであったり、仁、ま、和、あ、寺、龍安寺の方でも、まだ落馬数というものは一定、走っていないという状況の中で、今後こういったエリアを拡充させていくのかっていう、まあ、エリアを上京させていくのか、もしくは広げていくのか、そのあたりについて、どのようにあのお考えなのか、お聞かせください。 状況が、増加しているエリアの、ついての、いわゆる、増便手当の、あの、お尋ねなかと存じます。先生先ほどご指摘の101、102につきまして、まあ、現在、101につきましては1時間4本、102につきましては1時間2本でございますが、102につきましては、ハイシーズン4本に増やしているところでございます。まずは101につきましても、26年の3月ダイヤで増やさせていただいているところでございます。また、あの、先ほどお話に出ました、 あの、北野天満宮方面につきましても、二条城、金閣寺エクスプレスをさらに増便をして、西大神部分の、えー、輸送量を高めるということをさせていただいているところでございます。ただ、なかなかすべての路線に対して、えー、注力するというのは難しいところでございます。私どもは、お客様の利用状況をしっかりと見ながら、優先順位をつけてというところで、えー、ございます。 すべ、まあ、てが一挙にというのはなかなか要因的にも車両的にもきちいところでございますのでそこの点につきましてはご理解賜りますようによろしくお願いいたします使えるバスも限られていますし、まあ、バスを増やせばそれだけ交通渋滞も広がることですのであの確かに優先順位をつけてとていうことはもうおっしゃるとおりだというふうふに思います。まあ、それですあの今 バスだけではなくて、まあ、地下鉄の方にも誘導するというお話がずっとあの議論に上がっているわけでありますけれども、まあ、北大路バスターミナルであったり、水、まあ、又天神川、まあ、三条京阪、まあ、二条のロータリーなんかも、まあ、もっともっと活用できるんじゃないかなというふうに私は考えて,あの考えておりまして、そういった拠点から その電車でそういったところに行っていただく、その拠点になる駅にもっともっとバスを利用してつないでいくっていうところっていうのはもっとできるんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてお考えありましたでしょうか。高見部長、はいえー、例えば鉄道に結接するラインをを増増ややししてターミナルへの乗り,組乗り入れを増やして お客様をお運びすするといいう点でございます、えー、なかなかターミナルの方につきましてやはり車両の容量というのがあのございます一定量以上入り込むと、まあ、運用ができないという部分がどうしてもございます、えーまあ、その点も踏まえまして、えー、本年度につきましては先ほど先生の方からお話ございました金、えー、閣寺北大路方面につきましては当然金、あのー、閣寺道の難航で お客様がたくさん乗られて、その後お客様が乗れないという状況が発生してございますので、南行きのお客様を北行きにご案内をして、まあ、えー、北大寺駅へ行っていただいて、無料で地下鉄にお乗りいただいて、京都駅に向かっていただく。そのようなことを今回、あのー、取り組まさせていただこうと考えてございます。なかなかあのー、まあターミナルの容量、車両もございますので、えー、一時にはとは、 参りませんので、よろしくお願いいたします。<森>はい、あの、まバスターミナル、北大路バスターミナルと、ま金閣寺への振り替えっていうところ。はもう前進だと思いますし、まあ、そういったところが。まあ、太秦天神川で広がり、また、三条京阪で広がりっていうふうになっていけば、もっと。 混雑会話っていうところでも解消されていくでしょうし、地下鉄にもっと乗っていただくっていうところの足がかりになると思いますので、まあ、引き続き容量の,の問題、物理的な問題も多分あるんでしょうけれども、まあ、そういったところについて、もっともっと検討していただきたいなというふうに思います。で次に、手ぶら観光のことについてちょっとお尋ねをしたいと思います。あの私昨年 予算か決算か忘れましたけれどもちょっとまあ、手ぶら観光というのをもっと局としても充実させるべきではないんだろうかということを、まあ、ちょっと指摘をさせていただきましてまあ、それがお聞きいただいたのか元々そういうつもりだったのか分かりませんけれどもあのまあ、やっていただくということで非常に喜ばしいなというふうに思っておりますただ手ぶら観光する客層というのが私はあるんじゃないかなというふうに思います一定その手荷物を預けることにお金を出しても厭わない 方々ということが、まあ、今回、対象になるんじゃないかなというふうには、個人的に思っているんですけれども、まあ、ホテルを利用する層、ゲストハウスを利用する層では、その手ぶら観光に対する取り組み方もちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか宮田営業推進室長、はい、あの手ぶら観光についてでございます。 えー、基本的にあの先生がおっしゃる通りでございまして、えー、基本的にあの私ども考えておりますのは、やはり、あのいわゆる、えー、特に外国のお客様は、西洋の方々は基本的に物を預ける文化というのが、まあ割と浸透しているのではないかと、でただ、の東南アジア系の方々につきましては、あまりその物を預けるという感覚がございませんというふうに判断をしております。 で、えー、結局、ですね、えー、何が申し上げたいかと言いますと、<laughs> まずはやはりあの、例えば先ほどから出ております、関西国際空港等におきまして、えー、いわゆる手ぶらというのは、まずそのお,、えー、お泊まりになるところにまず届けていただく、でそれから、えー、そういうところがない場合、もし京都市内を回られる場合は、どこかに預けていただく、えー、こういったものをですねやることによって、まああのー、これ、昔のですね、 あの、日本人のですね、あの、旅行の昔を考えていただいたら分かるかと思うんですが、日本人も昔はあの、手荷物を持ちながら、非常にあの、こういわあの、外国へ出て行かれてですね、よく問題になったことがあった、あの、かなり前でございます。結局あの、やはりそういったこと、浸透させていってですね、えー、もうあの、いわゆる、まあ、そういったあの、手荷物を持って、京都市内を回って、回っていくのまあ、か格好悪いんですよ、というような、まあ、 そういったですね、やはりこういったことはもうマナーと、それからやはりそのいかに、まあ、あの、 どう,うどういうんでしょうあの、まあ、京都の文化を楽しんでいただくには、そうやって気軽に回っていただきたいという、これを根気よくです、ねえー、浸透していくで、これは交通局だけではできません、えー、当然、えー、観光枚数などの通じまして、それから今回、私どもも直に JR さんと協力をさせていただいて、チラシなどにもデブラ観光の推奨も書かせていただいております、こういったことを地道に取り組んでいくことが大事かというふうに思っておりますので、より力を入れてまいりたいというふうに考えております。 はいあの私が生まれたころにはすでにもの物を預ける文化が浸透してたかなと思うのでちょっとあなるほどなと思ってたわけでありますけれどもあの先ほどあの出場おっしゃってくださったようにもの物を預けることが、まあ、スマートなんだというようなことはちょっと浸透させていくことは、まあ、いろなあのまあ参考局あの 産業観光局とともにやっ,ぱやっていただきたいなと思いますし一方、まだまだあの物を預ける文化にないその東南アジア系の方々にとってもまあコインロッカーの充実まあいろんなところで議員の,の先生がおっしゃってくださっているとは思うんですけれどもやはりもうバスにとにかく乗せないというようなところはやっぱり徹底していろんなところで連携してやっていただきたいなというふうに思いますでまあ引き続きあの観光路線についてちょっとお尋ねをしたいんですけれどもあの 先ほどラッピングバスという単語が出てきたんですけれどもこれもラクバスに限らず今いろんな広告媒体をラッピングして走っているバスが非常に増えてまいりました、まあ、そういったこともありましてそのラクバスというラッピングバスがあまり目立たなくなってきてるんじゃないかなっていうふうなことを私は感じますまあ確かにラクバスと見れ知ってる人が見ればこれは確かにラクバスだっていうことは分かるんですけれども ま、それは、ま、京都人、私ずっと京都生まれ育ってきましたけれども、まあ、バスに乗るときは必ず番号に見る、番号見ることが、ま、癖づいていて、で、あの、どこのバスに走ってるのかっていうことも大体わかってる京都人であれば、番号についてもそうですし、あの、カラーリングについて、あの、ついても、ま、あの程度で、ま、大体、あのバスはどこに行くバスだっていうことがわかると思うんですけれども、やっぱり電車文化に馴染んでおられる方々にとって、 まあ山手線なら黄緑色ですし緑水道筋線だった赤なわけでそういった車体の色によってやっぱり見分けておられる方々にとってそのカラ今,今のラク,ラクバスのカラーリングっていうのが非常に目立っているかって言われるとちょっとそこまでなんじゃないかなっていうふうに思っております。 まあ、特に観光にあの特化した路線っていうものについては、まあ、独々しい色なんかは多分、あの、計画上できないと思いますので、まあ、市民のラッピングバスを含むあの緑色は、まあ、生活路線とするのであれば、もっと、まあ、京町茶をイメージした茶色でもいいですし、そういったもう明確に色が違うっていうふうにする方が分かりやすいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。高見部長。はい。 えー、が観光のお客様にも、えー、明らかに、えー、区別していただける、まあ、観光路線とあの指認していただけるそういう取り組みはもう非常に大切かと思います、まあ、日々年々その必要性が高まっているところとは考えているところでございますただあの一定ラ、まああのデザインが、えー、定着している中で一方で、まあ、広告 これは当然京都市の広告条例に適合したデザインになっているところではございますが収入という面も私どもの収入を支えているという面もございます広告収入につきましては。ですからあの今後、まあ、どのような形で観光路線をしっかりと分かりやすくしていくというのはその車体サイン案内あるいはナンバーも含めて。 総体として考えていものと考えてございますので、えー、引き続き、えー、検討してまいりたいと考えてございますす以上でございます森決してあのラーピングバスを否定しているわけではないので、ちょっとその点はちょっと誤解のないようにお願いをしたいなというふうに思います、ちょっと最後にですね残りわずかですけれども、仁科区の,あの m まみについて、ちょっとお尋ねを1点だけさせていただきたいと思います。 あのこれ、非常に長くの方にとってはあの喜ばしいことであるんですけれども、これ、かつて72号系統でしたっけ、ちょっと番号忘れましたけれども、路線が確かありまして、それがい何らかの理由で廃止になりました、まあ、それを改めてまあ復活をさせるっていうことについて、まあ、改めてなんで廃止になって元に戻そうとする動きがあるのか、ちょっとその点について、ちょっとお願いします高見部長。 はい、えー、先生ご指摘のとおり、従前は京都駅まで行くラインがございました。それはまあ路線の再編、まあ、再参線の面から、あのー、55、今の55になっているところでございます。あ、50になっているところでございます。えー、今回につきましては、復活というよりは、あのー、まあ、千本通りまで高齢化がに長く1万人ほど住んでおられますが、高齢化率も高いということで、より身近な、いわゆる生活道路に、 罰制がおけないか資本末を取れないかというところにつきまして MM と組んで、えー、路線を設置したところでございます以上でございます進行いたします山津委員あ失礼しました豊田委員 私の方からまずです、ね、この交通局の職員の勤務状況、勤務体制等々についてお伺いしたいと思います。先ほど山中委員の方からも質疑がありましたけれども、このたび、ね、交通局の職員の方が過労死ということで、過労自殺ということで,です、ね、安定をされて、本当につらいお。 思いをご家族の方されたと思いますし、本当にこれ、あってはならないことが起きてしまったなと思う次第であります、まあ、その一方で,です、ね、今です、ね、まあ、先ほどの繰り返しになるのかもしれませんけれども、まず最初に確認させていただきたいのが、どれぐらい、ね、残業が平均、平均、まあ、普通の職員で,です、ね、どれぐらい残業時間を重ねられているのかということを、まず教えていただけますでしょうか安田,さん田企画総務部長。 はいあのー、ちょっと長勤時間につきましては残業各課ごといろいろあるんですけど、まあのーま、あの自動車の関係でしたら大体30時間ぐらいありますし本庁の勤務の方でしても一、えーまああのー、桁ぐらいのところから30ぐらいということで、あのー、各課ごとにはちょっと格差はございます。それぐらいいの状況でございます豊田委員 基本的にはね、えー、近代管理というのは、えー、その所属長であるとか、えー、監督者の方がね、えー、きちんと管理をされていると思うんですけども、まあ、今回の事案だけでね、私、鍵っていうと、まあ、これ、あの所管の委員会の方でも議論されるんだと思うんですけども、まあ、単独の一月でね、100時間超えたということで、まああのまあ、これが一つの引き金になったと。 ようよなことでではあるんですけども逆にね、本当に先ほども、ねまあ、配慮をしなければならないというような、ねまあ、非常に抽象的な話だなと思ったんですけども、まあ、これね、一旦こういう形で、えーまあ、公務災害が認定されると、ねまあ、逆に言えばもう残業時間がこれぐらいになってしまったらもう一切しないでくれと、ね、言わざるを得ないと思うんですよね。 仕事の進捗状況がどうあるかとか、まあ、そういうことはまた別問題にして、まあ、こういうことが起こってしまうとですね、やはり本当に、えー、何よりもまあご本人さん、ご家族の皆さんが大変な思いをされますし、その一方で、京都市としても非常にまあ大きな負担も生じるわけでありますのでね、私はその辺ってね、曖昧にしてはならんと思うんです。で結局配慮をせえっていうことはイコールね まあ私はもうあの時間がいってしまったら仕事ができようができまいがね、もう打ち切らなきゃならないんじゃないかなと、今のこの判例を見てますとね、前月、前々月というのはほとどその残業時間というのが私はまあそこまでなってなかったケースでもありますし、その点でね、本市の交通局の方で、とりわけどのようにお考えでしょうか。安田部長 はい、あの今回の事案につきましては具体的にはやっぱり健康十分でなかったとっいうのをちょっと確認、えー、我々はしてなかったということですとか、まあ、長時間勤務で精神状態がどうなってたっていうのを気づけなかったと、まあ、そういうような案件だというふうに思っておりますあの、まあ、ずっと、まあ、長い時間じゃなくって、まあ、その時に、えーまあ、先生ひとって言われましたが、まあ、亡くなられた日から遡って1ヶ月ということで、えー、というような形になっております。でまあ、我々ですね あのやはり労働時間管理あのこの案件は非常に重いものだと受け止めてるんですけどやはりあの、まあ、公務上どうしても必要なアルバイトというのはまだやむを得ないかなというふうには思っておりますただそれでも、えー、あの健康状態ですとかすべ、まあ、てのものですね所属庁等が気配りをしてそういうことの二度と起こらないようにという対策は取っていきたいというふうには思っております。 まあね、あの二度と怒ってはならないのは私、まあ、当然だと思うんですけどもその一方でねなんかまあ最近の風潮でいくとね本当にあに管理職の方って大変だなって思うんですよその職員の健康面がどうだとかこうして並んでてもねどう,いうどういう顔色してるんだ中はどうなんだろうとかね、まあ、逆にそこまでね本当に配慮してねあの仕事ができるのかっていうこともねあのちょっと考えなきゃならん問題じゃないかなと思うんですよ。 本当にこういう認定がされているのでこのケースはそうなんですけどもまあ今後ね再発防止にそこまでね配慮しながらっていうのがね本当に適当なのかなって思うんですよね私もあの昔以前はですねえサラリーマンしておりまして金融機関に勤めてました金融機関だとね本当にこの80時間90時間っていうのはもう残業当たり前です早出早朝出勤そしてえ残業、ね、ひどい時には迎えの信用金庫が遅くまでやってたから明日はあは次の日になると 我々も頑張らなきゃならんというのでね、11時ぐらいまでやったりね、まあ、それでも次の日ね、平気でやってました。まあ、本当に若かったからできたのかなというのと、まあ、多分時代が大きくね、今、労働者の方に非常にまあ働き改革、改革や悩、ね、含めてねあの、ワークライフアンドバランスですか、とかいうのも含めてね、非常に労働者の方に、まあ、ある意味、 都合のいいようなな形になってきててきその中でね結局管理職の方とかどうなってるんだっていうのがね、まあ、本当に考えると今おっしゃられたことで本当に対応ができるのかどうなのかねその辺のことをちょっとお聞かせいただけますか。安田部長、はい、あの管理職のもんなんですけどあの職員一人一人との関係で申しますと毎日ですねやっぱり懲戒勤務する時には 当然事前申請をしていくと、その中で当然管理ができますし。しま年に数回なんですけど、直接面談もしております。で、その中で本人の状況とか健康管理もさせていただいてますので、あの的確に。 あの完璧にとかそこまでは申しませんがあのそれぞれの一人一人の状況というのはやっぱり管理職が分かれる状態にまだあるというふうに思っておりますしで所属長が中心になって職員の労働条件をこう管理をしていくということができるというふうに思っております。 まあ、ぜひねあの、こういう事案があの二度と起きないように、そして、まあ、本当にねあの、どういう形でやったらいいのかって本当に難しい時代なんで、まあ、しっかりとさまざまな、全国の他の自治体でもそういう、まあ、ケースというかね、残業に関しての、まあ、いろんな考え方もあるでしょうし、まあ、そこも含めてねあの、しっかりとやっていただきたいと思います。えー、続いてね、あの地下鉄、えー、事業の方に、えー、移らせていただきます。まあ、あの地下鉄事業、私もさっきの、えー、決算特別委員会の方でもですね、えー 今、話をさせていただいたんですけれども、今後の、ね、地下鉄事業の在り方っていうのでね、まあ、今、えー、地下鉄、市バス、お客様1日80万人に向けた取り組みというので、えー、なされてますけれども、まあ、今ね、えー、確かに、えー、この乗客数というのは右肩上がりになってます。 ただ、まあ、間違いなくね、これから将来的にはね、えー、下がっていくというのが、まあ、間違いないんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そうした中で、ね、今の,、えーこ,のまあ、これから、えー 施設整備を行うとか、ですね、施設改修ですね、まあ、そういったものを行う費用を捻出してね、その上でまあ経営がどのように成り立つかっていうのを、まあ、本当にあの私も前回も申し上げましたけど、そろそろ道筋をつけなければならない時期ではないかなと思っているんですけども、その点について、まずは大枠で、どのようにお考えでしょうか。平野部長。 はい地下鉄事業の今後の見込みについてでございます。地下鉄事業あの地下鉄事業につきましては今後新たな経営ビジョンの期間中に施設の整備改修等で730億円程度のあの回収費用が見込まれるという状況でございます。でこれに対応いたしますようにあのきちっと何ていうんですか一時期に事業が集中することのないように平準化を図るとともに、えー、適切な見通しを立てた上で地下鉄が安定的に経営を図って。 経営していけるように、現在のビジョンの策定を進めているところでありまますす以上でございますまあ本当にね、新たにそれだけの費用をかけて、平準化をしていかなければならないっていうのもね、これも以前もご答弁いただいたんですけども、私はね、平準化も大事ですけども、例えばまああの前回も申し上げましたけど、今、金利がこれだけ安いときにね、しっかりと先に借り切って回収できるところはしてしまうっていうこともね。 まあ、一つの考え方なんじゃないかなと思うんです。まあ、あの、今、あの、企業債の残高見てますとね、まあ、着実に減ってはいってはいるものの、一方でまだまだ、えー、高金利の、 分が残っていいるという状況でありま,すまあ見てますとね一番高い金利で6.4%とかいうものもあって、まあ、本当にまあこの間借り換えというのもですね、まあ、されてきたということでありますけれどもやっぱりまだあの高金利の企業債がまだいまだ残高が残っているということから考えみてもね、まあ、今安い時期にまああの回収を進められる分は進めるべきと思うんですけどもその点はどうお考えでしょうか 山本次長、はい、あのいわゆる地下鉄の方で、えー、4000億近い企業採用を持っております高い利率かつて、えーまあ、大体地下鉄の場合は30年を基本として公的資金の、えー、いわゆる返済期限というものを設定されておりますで借り換えって言いうのはあの私ど,どうしても借り換えをするときに制度上、えー、いわゆるその利産の問題を 利差負担金というものを払わないと、いわゆる借り換えができない、これは何かと言いえば公的資金そのものが資金調達をされるときに、当然その利率を持って、その利率でもって調達をされてますから、私どもが返そうとしたときに、当然期待値としてのその利息分の差額、これを負担していくという形でないといわゆる借り換えというのが今できないと。でかつて、えーあの 平成19年度の時きに、まあ、国に対しても要望をいたしましていわゆる国の方でそで利差の分を免除するという形の制度を、まあ、3年間、まあ、その当時は5%以上の金利ということで、まあ、制度を創設していただいてそれを利用して、まあ、借り換えをさせていただいて、まあ、5%以上はもう今年度でなくなる状態でございます。 あのまあ借り替え制度もですから公的資金に限っての枠組みでございましたいわゆる民間資金の方につきましてはその利差っていうものを誰かがやはり負担しない限りそり埋められませんので,でまだ残っている高い利率の部分というのはその民間資金をまあ借りた内容の税残高が残っていると私どももなんとかその公的資金の繰り上げ償還 サ、えー、差、えー、負担をなしでしていただくように国の他方には引き続き要望しておりますがなかなか今、それが実現していないということで、えー、その枠組みを何とか制度を、えー、再度、まあ、その時は当時3年間ほどやっていただきましたので、えー、その要望を国に対して強く、まあ、求めておる,おるところでございます。豊田委員 わかりました。まあ、しかしね、なんか、例えば、まあ、私なんか見てますとね、この、高金利の部分でいくと、えー、共済組合っていうところから、まあ、これ、公務員の,あの方の、この、共済組合ですかね、借りてるのが、まあ、比較的、えー、高金利で、残ってるんですよね。まあ、これなんかでもね、あのー、まあ、組合から借りる、共済組合が借りてるということで6、6%つけると、もうこれ、ある意味で言ったら、同じ、この、まあ、同じ役所の中でね、お金をぐる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 回してるような形でね、まあ、ある意味で言ったら、 我々の政務活動費て言ったらね、あのー、まあ、親族に還流したとかね、関連先に還流したとか、よう指摘をされて、ま、往生するんですけども、そういう見え方もするんですけども、その点についてはどうお考えですかね。安田部長 はい、あの先生あの言われますからそ,そういうお金ではございます、ね、あの共済の全体のお金でございましてであのあのこの共済っていうのはなんか国の制度のように見えるんですけど実際これ民間資金ということでございます先ほどあの次長の方が説明させていただきました通りこれももともと資金繰りをされてこの金利でされてますのでその部分も解消しないと返せないということでこの高いやつを借り換え制度の対象になってこないというのが課題ということでございます。 はい。 まあ、あの、まだ未だにね、あの、わかりました。あの、まだ、あの、高金利の部分も残ってますんで、まあ、しっかりと今後、対応していただきたいな、というふうに思います。えー、続いてね、この、まあ、あの、地下鉄の、えー、この、まあ、今後ね、あの、乗客数が減っていくであろうっていうところの中でね、私はやはり、あの、この駅の環境の整備っていうのは、一つやっていただかなければならないところではないのかなと思うんですね。まあ、あの、地下鉄の、え乗降、あの、乗り口にですね、まあ、エレベーター、 エスカレーター。まあ、この駅の口からですね。ま、あそれぞれ、ま、一本ずつぐらいしかないんじゃないかなと思うんですね。えー、その他すべて、え、階段ということでね。やっぱりどうしても、そういった、あのー、今の時代のニーズに合わないね、え、状況が地下鉄から足を遠ざけてしまっている現状があるのではないかなと思っております。まあ、もちろんね、本来なら当初の、え、建設時にですね、ある程度もっと、 エレベーターなりエスカレーターなりを設置すべきところではあろうかと思いますけど、まあ、予算の関係上できなかったんでしょうしただその一方で、ね、これからしっかりと地下鉄を利活用していくっていうことにおいては、ね、私はそういった施設整備も必要ではないかなと感じる次第であります。まあ、本当に、ね、あの山品の三 まああのー、この全地下鉄の駅でも一番深いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、私なんかでも、えーまあ、まだ42歳ですけどね、えー、歩いて一番下の駅まで行くと、もうちょっと今日はええ運動したなと思うぐらいね。 なりますし、下から上がってくると、まあ、ちょっとね、これもあの今日もあの疲れてる中で大変やなとか思うぐらいね、えー、深い駅ではあるんですけども、まあ、そういった駅って結構散見されるんですよね、東西線では。まあ、そういった中でね、やっぱりあの環境を私は整えていくべきだと思うんですけども、その点、どうお考えでしょうか中山高速鉄道部担当部長、はいえー、駅のエレベーターに関してしご質問かと思います。 地下鉄駅につきましてはエレベーターにつきまして京都市、人に優しいまづくり要項に基づきまして各駅にそれぞれにエレベーターを配置したという形施設となってございます。エレベーターの増設につきましてはいろいろご要望等も受け止まっておるところなんですけれどもなかなか駅に物理的に設置するスペースが設けられないということでこれまで増設できていないところでございます。 ただ例えば平成25年ですけれども今出川駅におきまして同志社大学の文化計画部が移転されたときに地下通路で接続する時にあたりまして大学の協力を得て地下鉄のご利用者の方が大学内のエレベーターを使えるように接続したあるいは今年度ですけれども烏丸池で新風間の跡地に複合の商業施設が建つということで そちらのエレベーターを使えるようにするということで進めておるというようなところもございます。今後、ですね特に隣接する民間事業者と施設改修などが計画される際には協力を求めるなどいたしまして可能な機会を捉えてエレベーター整備というのをできればしていきたいと思っております。 ね、あのやっていいたただきたいと思いますあのとりわけ、ね、山科区ねあの、先ほども市バスが撤退して、まあ、本当にあの京都市が携わる直接携わる公共交通機関といったら地下鉄しかないんで、やっぱりそういう山科の方からすればね、やっぱりしっかりと、あのー、そういったエレベーターなり、何なりという、エスカレーターなりというのでね、あのー、作っていただけたらね、もう少し利用される方も増えるんじゃないかと思いますし、まあ、時間もないので、今日はこれで終わります進行いたします。 山津院はい。えっ、ー、と、まあ,あ、午前中からずっと議論がありましたけども、やはりあの、にえー、本、えー、来年度あ、30年度のですね、えー、予算、ざっと見ましても、まあ、 大変厳しい財政状況下でありますけれども、まあ、とにかくもう、稼いで返すというようなですね、まあ、本当に攻めの,あの勢いをとても感じております。で、まあ、そんな中でですね、まあ、正直言いますと、交通局以外の、まあ、いわゆる、あ、交通局も含めてですけれども、羽ばたけ都子、えー、羽ばたけ宮プランですかね、の中にもですね、未来へ都プランの中にもですね、全庁、 的に、まあ、やはり、あの、まあ、職員定数の適正化ということで、まあ、各局、いろんな数値目標を掲げております。で、あの、ご,しゅご承知の通りだと思うんですけども、まあ、京都市は、まあ、他都市に比べて、まあ人、人、えー、人口1000人あたりに対して職員数というのは非常に、まあ、多くてですね、まあ、類似、えー、都市と比較しましても、まあ、その中でも、こう21、2 1位中19位とですね、非常に、まあ、あのー、 人数が多いというところもありますので、まあ財源確保、職員数の適正化で、まあいろいろ取り組まれている中だと思います。でもちろんえ、交通局もそういったところで数値を示されているんですが、 ちょっと他局に比べますと少し低い数値となっておりまして、まあ、2018年から2020年までの間に5名減らしていくというようなことを期待されておりますがで29年度におきましても地下鉄、市バスともに職員数は増員しているというので数値を見ておりますそこでお伺いいたしますが当局としてのこう職員数値のこう適正化についてはどのようなお考えがあるのかお聞かせください。安田部長 あの先生ご指摘のとおりですね。ミプランの中で。えー あの人の削減というのが載せられておりまして、まあ、当局の方もマイナス5人ということで載せておりますがあのそこのところにも書いてありますようにあの公営企業につきましては、まあ、それぞれの経営プランに基づいて推進するということになっておりますで、まあ、我々ですね、まあ、ここであのスタンスとしましては書いているとおり、まあ、お客様の利便性向上安全確保の取り組みであるとと,ともに、まあ、業務の見直しでスリーム化を図るとこのスタンスは変わらないんですが我々として現在ですね あのお客様数がこう伸びている中で、まあ、混雑緩和が非常に課題になっているとでその解消に向けて必要な運転士これを確保していかなきゃいけないというふうに思っておりますでまたあのまた今現在ビジョンも作っておりますけど、まあ、そんな中でも今後80万人とか、まあ、いろんな目標を掲げてですねお客様数をどうしていくかっていうこともございます、まあ、そんな中であの人の適正な配置っていうのは考えていきたいなというふうに思っております。山津委員 まああの今ご説明あったとおりやはりまあ局としてまた他の局と違ったあの部分もございますのでまあ今の,あのご説明もよく理解できる部分でありますまああのそういったまあ新車をまた購入したりこう増便をしたりですとかダイヤ改正とかで運転手さんであったりまああの人数が必要なのはよくわかっておりますがまあそういった部分でもね他でも今おっしゃったとおりえ事業の仕分けであったりまあ業務のスリム化っていうのはですねあの引き続き 続き、あのー、強くです、ね、進めていただきたいいなという,ふうに思っておりますであ,の29あさ今年のです、ねまあ、予算案の中で非常にあのすごくいい取り組みだなと思ったのはあ昨年の常任委員会でももうご報告はされてたみたいなんですけども、えー、大型二種免許未取得者を対象とした市バス運転士の新たな採用方式を。あのー 取り組まれているということで、もう今すでに二次試験ぐらいまで進んでいるんですかね。はい。で、えー、っと、まずはですね、まあ、今回、このさ、まあ、採用ほ方式を導入した背景というのは、その、まあ、20代であったり、こう、若年、 の、運転手さんの数を増やしていきたいというようなことも聞いておりましたけれども、あの、今回ですね、この、ま、免許取得に際する費用は、全額京都市、あの、局の方が負担するということで聞いておりますけれども、まあ、東京都など他のところでは、全額負担ではなく、一部負担というような、ああ、やり方もあるそうなんですけれども、京都市の方では、この全額負担を、ま、選択されたその、理由というのをちょっとお聞かせいただけますか。安田部長。 はい、あの今回の,です、ね、あの新たな方式につきましては、まあ、目的といたしましてあの優秀な若年の,あの運転手を確保したいということとあとはその意欲ある若者を採用して高いあの質の高い運転手を育成したい、まあ、ここがポイントでございまして、まあ、そういうこともありまして今回です、ね、採用にあたって、えーまあ、全額負担でもやろうということでやっておりますでそのおかげですねやっぱり予想通りなんですけどあの全額負担をすればやっぱり受験者がある程度増えると。 今回倍率的には、えー、合格者も発表もさせてもらったんですが3.6倍というようなところで人が集めることができましたでこれそうじゃない形式でやったら多分もっと低かったのかなというところもございますのでやはりあの優秀な人材確保という視点の中で、えー、我々あの経費を、えー、我々が負担してというやり方これがあのやっぱり採用として安定した形になってまいりますのであの適任だったかなというふうに思っております。山津委員 はい。まあ、今回の採用は、ま、5名ということで、えー、それにかかるそのょけあの、経費が、ま、280万円ということで、計上されてますけども、まあ、これは、あの、その中で、え、何回ぐらい、こう、あの、チャレンジしたりですとか、いわゆるこの280万円というのは、その必要経費をこう、十分賄えるものなのか、もしくはこう、最低経費なのか、どちらでしょうか。安田部長。 1>, はい、あの1人当たりだいたい55万ぐらいかかるなということでしてその人数5をかけた金額ということですで実際です、ね、その免許を持って全く持ってないと言いながらも、まあ、大手番免許ぐらい持っていなきゃいけないのでその大手番免許の方で計算して一番最大の金額が55万ほどかかるということですそれと大体2ヶ月ぐらいで普通の人は取れるだろうとで何回か受け直しするだろうというのも想定した金額ということでこの金額を見込んでおります山津委員。 はい、わかりました。えー、っとですね、まあ先ほど倍率も3.6倍だったということなんで、えー、まあぜひともですね、まあこれからこの新しい採用方式ということですのでね、その受けた人の、まあ、 きっかけとかですね。まあ、どういったところが魅力だったのかであったり、まあ、あの、逆にこう、自力で免許を取らずに、まあ、交通局の方でお世話になりたいという、その、なんていうかね、そういう動機とかですね。まあ、今回はそういったアンケートとかは多分取られてないと思うんですけども、万が一次に、あの、この採用方式をまたやっていくんだということであったらですね、そういったあの、分析に、あの、ぜひともこういうアンケートを取り入れて、え、いていただければいいのかなというふうに思っております。で、あの、 不臭な、まあ、若手職員をということを先ほどもおっしゃいました。で、もちろんですね、まあ、あ 若いから30代だから40代だからっていうその大きな線引きはないとは思うんですけども確かにこうお抱えであの要請していきますとまあ交通局のまあいい色になってくれるんじゃないかなというふうにも思っておりますしまああの愛する気持ちというんですかより一層こう構築していかれるんじゃないかなということを私は期待してるんですけどもやはりその反面ですねこう若手のことの数を増やしたいとはいえどもある程度のこう数値目標を持って え、やっていただかないと、まあ、いけないとも思ってます。まあ、そこはもう予算との兼ね合いがございますので、えー、どこまでがゴールなんだというところも、しっかりと持っていただきたい。そして、まあ、あのー、まあ、ご が、ああ、とりあえず3ヶ月の間で、えー、まずは免許を取得していただくということと、まあ一人でもその5名が書けないように、えー、サポートしていただくこと。で、あとは、やはりこう民間企業でもよくあるんですけども、まあ取得された、こう矢先にですね、まあ退職されるというようなこともね、まあさる、万が一そんなことになれば、こう、せっかく育てたのに元もこうもございませんので、まあそういった、まあ長い、 努めていただくようなサポートもです、ね、あの同時にお願いしたいと思いますがあその辺、総括的にいかがでしょうか安田部長、はい、あのまず、なんで受けたとかそういうところですけど、まあ、研修期間結構ございますので、まあ、そんな中であの少数精鋭でございますのでいろいろ意見も聞きながらあの今後に活かせるようにしていきたいと思います。 ふうに思っておりますあの今後につきましても、まあ、この運転手を採用することであの交通局ようなったなと言われるように育成できるように頑張ってまいりたいと思ってますしあのこの形式が、えー、続けられるかどうかというのもやっぱりそこにも関わってくるものかなと思ってますので、えー、これから、えー、来年度になりますが、えー、頑張って育成に努めてまいりたいと思っております。 山津委員。いはい。まあ今、今回はそういうアンケートなかったってことですから、まあ、あれですけど、また次回はぜひともですね、受けた方全員にそういった実施をしてもらいたいと思っておりますし、えー、最後なんですけども、その、こんえー、今回はその全額負担でやりますけど、まあ、今後、い、え、ろ、ー、んな手法を見ていく中で、まあ、一部負担の方がいいのかとか、そういった検証も同時にお願いすることを要望して、うん、私からの質問を終わらせていただきます。 それでは、以上で本日の交通局の審査を終わります。リ社ご苦労様でした。明日28日、水曜日は午前10時から引き続き交通局の審査を行いますので、よろしくお願いいたします。本日の分科会はこれをもって参会いたします。委員の皆さん、ご苦労様でした。